あなたの家をパワースポットに、ウィングホーム代表斉藤です。娘のみゆなです。今日のお宅はゴージャスです。薪囲いに囲まれて、結構うちもすごい大きいよね。敷地がすごい広くて、はい、敷地内同居離れだから、この向こう側にご両親の家があるわけよ、ね、ちょっとこっから見えちゃったんだけど、裏はね、もともとあったお庭を再構築したっていうのかな、リニューアルしたのかな。ここからご実家に行けるようになってる、うん、もう日本庭園だよね。庭園ですよ、うん、ここもこだわりですよね、うん、こっち側が洗い出しっていう手法を使って、こっちは本物の岩を使ってるよね。外の手洗い、うん、帰ってきてとりあえず外で手を洗うっていう。その木は青玉で、へ、うん、こっちが流ひげかな。あ、玄関ここに見て、ここに奥行きがあるんだ。あ、これ確かね、宅配ボックスをこの見えないところに置きたいって言ってたんだよね。なるほど、うん、でメールボックスも見えないし、うん、でほら、ね、この屋根の下だから濡れないでメールも取れるし。これなんだろうね。現場監督の大石ゆずきと申します。こちらのポールはレインコートを一時的にかけておくポールになります。これは本物の木の板張りだね。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。じゃあお施主様によるルームツアーだね、今日もね。松が見えるように見どころがたくさんですね、なんかもうすでに。え、これ開けていいですか。ここは何ですか。こちら家族の玄関になっていて、はい、家族の靴箱とかがこっちにある感じですね。あ、玄関が広すぎて分かんなかった。こっからここまで玄関ね。ですよね。まあ、貫通の土間になってます。そうですよね、はい、広すぎないですか。めっちゃ広いですね。広いよね。何かこの広いところには置く予定とかあるんですか。まあ、そこにベンチとか、あとのライトとか置いて、うん、まあ、ちょっとそこ座りながら、あの外の景色見ながらとか、うん、あっさりながら靴履けますよね、ベンチを。あ、そう、もうそうですね。あ、こっちがお客様用玄関。あ、なんかいきなりこれちょっと変わってません。普通のニッチではない。そう、耳付きの板に変えてもらって、まあ、ちょっと豪華な感じにしてもらいました。豪華ですよね。ニッチもほら、これ一番上から一番下までつながってるから。本当ですね。ちょっとこうホテルっぽい、ね、これどなたのアイデア。これは妻のもう妻のアイデアがいっぱい詰まった家になってます。そうなんですね、ご主人ではなくて。私は間取りとかを主に最初やらせてもらって、こういう装飾品とか全部妻が選んで。へー、めっちゃおしゃれですね、はい、こっから見えるさ、あの下の方、何、どう、こっちがレースで、こっちは障子っぽい。へー、そんな初めて見ました。おしゃれじゃないですか、グラデーションになってですね。用途がこういう感じで、もう開けてしまって。うわ、綺麗。お庭が綺麗ですね。ご両親がお手入れされてるんですか。あ、私が。え、庭師ですか。サラリーマン、普通の。こっち格子窓になってます。格子にされたんですね。綺麗ですね。絵みたいじゃないですか、本当に。サッシの格子が入らないんで、一枚の絵みたいに大画面で見れるんで、すごく気に入ってますね。これは妻チョイスですけど、あえてアクセントに竹の竹の利休みたいな感じ。今あの家康、はい、やってるじゃないですか、大河で。あ、やってます、やってます。なんか駿府のなんか竹の細工の電気です。へー。あ、ピンポン、お子さん。この地元から見える緑もいいよね。あ、この後ろ姿可愛くない。まあ、誰が通ったか分かるし、あと、あの、そこに植栽をまた鉢植えで置く予定です。あー、かわいい。こんにちは。あ、持っていたします。ここ何入れる予定ですか。ここはですね、あの、このライトの下に、はい、あの、妻のアップライトのピアノを置く予定になってまして。ピアノですか。ピアノ、その楽譜とか、あと本とかもこの中に入れる感じですね。なるべくこのリビング空間に物を置かないようにしたかったので、ここに全部しまうように。まあ、リビング収納兼ねてる感じです。あ、これはあのその上にあのおひな様とか五月人形とかを置く予定の棚になっていて、それをしまう棚ですね。はい、これでも作ってますよね。
作りました。すごい。ここ結構あの設計とかサイズにこだわってて、箱がすっぽり入るようなサイズ高さにしてもらいました。へ、はい、隣はテーブルで、あこっちはあの、一応こう母屋なので、あの仏間にするということで仏壇を置く予定のスペースです、ね、仏壇を雛様。そうです。座りやすい高さっていうのと、テーブルの時にも L 字で座れるし、こっちにも座れるし、はい、なんかここカフェっぽいですよね、この椅子、 L 字の椅子。 こっち、まあ、この格子がさ、そういうイメージで、まあ、それぞれ3つ違うテイストで選んでます。吐き出し窓で、まあ、カーテンはドレープシェードっていう、あの一個一個分かれてるカーテンを選んでいて、途中から出入りできるようなカーテンを選んでいます。じゃあ開けます。開けるのが楽なんで。そうですね、バーで、はい、片手で開けちゃう。ちょっとこう向こうから見えちゃう感じはあるけど、はい、道じゃないからいいんですよね。そうですね、向こうも家なので実家って感じですもんね。ご実家。そうです、そうです。でここに間接照明なんですっけ、建築家照明なんです。うん、建築家照明でファンが回ってて、で斜めの勾配天井で張り、うん、なんか見どころがたくさんあって見切れないぐらいたくさんありますね。キッチンも品がいいんだよね。ここのポイントは収納が下まで行ってないからすっきりしてるんですよね。あの下の、あそうですね、浮いて見えますし、うん、こう足をちょっと入れれるんですよね。あギリギリまで立てるっていうか。確かに、はい、お掃除が楽そうですね。ルンバとか入り込めちゃうので、ここだとルンバ2台ぐらい。一応1台もあります。壁掛けなんだけどデッキを置かない感じ。そうですね、もう本当にこっちの空間はすっきりしたかったので、テレビも本当に流すぐらいな感じで、まあ、絵を置くような感覚で掛けるようにしてます。ここに ブラックボードがあります。ホワイトボードじゃなくて、うん、ここマグネットボードで、まあ、お便りとか学校子どものものとかを置く感じですね、まあ、リビングが見えないように裏手側に。ここも広いですね。これは何コーナーでしょう。ここが子供たちのスタディーコーナーで、まあ、子供3人いるので、まあ、1人70センチずつぐらい取ってあげて、まあ、ゆったりスペースを確保して勉強できるようにしています。で学校の勉強机みたいなのって、そうです、ここに筆箱しまう、はい、教科書とか入れるように。隣のお宅のグリーンも借景ですね。ちょこっと見えちゃう、はい、お子様目線で見ると。そうですね、今子供が大きくなってきたら、まあ、ここは妻の書斎コーナーというか、どうにでも使えそう、いかようにでも使えそうですね、そんな感じが。あのリビングから離れてるんで、まあ、ちょっとおこもり空間というか、はい、こちらはここは、まあ、そんな広くないんですけども、まあ、1階に寝室が欲しいっていうことで、あの妻の寝室になります。結婚されて何年くらいですか。8月で11年になります。なんかパパが言ってたじゃん、結婚されて10年以上のご夫婦には別室を提案するって。ちょっとそれぞれライフスタイルが若干違うので、ちょっとなんかブラックが入ってたりとか違くない、普通の黒。ちょっとこだわりあるよね。ちょっといいですか、お邪魔。結構重厚感ある扉。ここは格子になってお邪魔します。ここはやっぱり農村地帯だから広いんだよね、隣と。そうです、一個一個には広いし感覚もあるので、色に囲まれてる、うん、最高ですね。でこっから見える景色すごい素敵じゃないですか。この何でしたっけ、アーチ、うん、すごい素敵だね、うん、どこの窓からも緑が見えるから。この窓結構効いてて、はい、朝のこう日差し取りにすごい良くて、あの朝から差し込む感じ。そうですね、部屋が明るくなる感じで。なんかお気に入りポイントを聞きたいんですけど、いっぱいありすぎて、うん、あのトップ5って、いや聞いてみたいですね。もう1階はもうキッチンと、まあ、見てると洗面所と、あと勾配天井 この照明が私の気に入っていて、この勾配の天井にこの1階反射するじゃないですか、うん、なんであたかもこう2ライン見えるようになっていて、それがすごく綺麗ですね。へー、夜はさらに映えますね。玄関をこの広さにしようって提案されたのはご主人ですか。そうですね、あの大まかな間取り私が設計させていただいて、でウィングさんの方でそれを現実的なものに修正していただいたんです。ああここも壁一面タイルですね、キッチンも。これがねウィング史上最高のタイル割りだと思うんだよね。え、どこがどこが。この格子の窓もタイルに、タイルの目に沿って作られてて、うん、左右も上下も
半端がなくて、コンセントもタイルの芯に入ってて、3つとも本当だ、ね、言われてみればすごい。でこの飾り棚もそうだし、本当に美しいですよね。そう、美しいんだよ。こういう何、皮付きっていうのかな、小物のムクロキの隅のほう。そうですね、ちょっと高級感出ますね。さっきの書斎コーナーっていうかな、あのもうこのキッチンの真横になる。あ、でそこに冷蔵庫だ。そうです、もう隠したかったので、もう3面壁で覆って。あ、ここのへこみは何ですかね。ここはゴミ箱を置く予定で、まあ、2個開けてますけど、燃えるゴミとプラと瓶缶とか、それぞれゴミ箱を置く予定になってます。あ、こことここに。そうですね。そしたら2階のお部屋をちょっとご案内しますか。あ、はい、子供部屋で3部屋あるんですけど、まあ、シンプルな作りですね、まあ、収納と、うん、東側に窓と南に窓で、こっからの景色が非常に綺麗で、お庭を一望できますね。いや、いいですね。幸せな気分になります。で、横も全く同じ左右対称のお部屋になっていて、ここからお子さんとか見える。幸せ、まあ、遊んでるな幸せな風景ですね。で3部屋目は、まあ、一応北西側にあって、ここちょっと広いですね。 5.5 畳ぐらいあって、全部角に取れたので2面窓が取れましたね。幸せなんか伝わってくる想像して幸せな気分になってます。え、2階のトイレはちょっとムーディーな感じですか。そうですね、まあ、夜使うことが多いんで、まあ、ちょっと暗めのライトにしてます。まあ、落ち着いた感じで。ニッチもこういう風に片側を壁に寄せて作ると高級感とか厚みがさらに増しますね。ここに洗面台があるんですね。そう、まあ、ここ主に私が使う予定で、まあ、朝、はい、髪濡らしてセットするんで、その既製品の洗面台にしてみて。あ、そうか、一番ストレスでした、洗面台購入。今まで混んでましたね。今、1個しかないんで、朝同時にわーってなるんで、もう、ね、ここが私で、娘で、次男、長男、妻、手をつないでるように。あ、ちょっとずつくっつけて、確かに打つのが大変でした、結構、はいはい、4つ目のお部屋を。おお、ここが一応私の部屋になっていて、ちょっとテイストを変えてて。本当だ、わかります。男性の部屋って感じします。そうです、ちょっと暗めな色で寝室兼書斎を作ってもらいました。ここ家は全部オークなんですけど、ここはアカシアを使っていて、だんだんもっと茶色っぽくなってくると聞いてますけども。この棚もすごいおしゃれじゃないですか。男性が好きそうだな、これ。これ一応自分で塗ったんですけど、結構まあ無駄になってますけど。何をしまう予定ですか。まあ、ここは本とか、あとパソコンを組んでその辺のものを置いたりしますね。天井杉にしてるんですね。あ、そうです、ここ2畳別空間にしたかったので。いいですね、はい、私のお気に入りポイントはこのアールド壁からのお客様玄関になります。非常にゴージャスな感じで、とても気に入っています。今日のお気に入りポイントはこちらのダイニングコーナーです。ここに座りながら見えるこの照明の繊細なデザイン、そしてこの窓から見える素晴らしい風景がお気に入りです。私のお気に入りポイントは将来の奥様の部屋と、その隣の奥様用の書斎コーナーと、そこから続くこのキッチンの配置がお気に入りです。